どうぞ。はい、皆さんこんにちは。足利市、栃木県足利市から参りました高氏くんです。よろしくお願いします。高氏くん、今年初めてミトちゃんのお誕生会に参加させていただきました。ミトちゃんお誕生日おめでとう。今日はミトちゃんに高氏くんからこの勉強してもらうノート、それとクリアファイルを持ってきました。ミトちゃんおめでとうございます。今ノートを差し上げたんですが、実はこの高氏くん、栃木県足利市にあります。この形なんだか分かりますか？なんか重たいものをかぶってるような感じで、頭がちょっと大きいんですが、分かる方いますか？ヒントはですね、足利市には、日本で一番古い学校があります。その足利学校という一番日本で古い学校の学校の門をかぶっております。これが柱になってます。これが学校の門になってます。そしてここにある兜、足利市というこの市の名前、皆さん歴史で足利尊氏とかお勉強したことありますよね。はい、その足利尊氏の名前をもらって尊氏くん、こういうふうに名付けてあります。尊氏くんはここの兜、ね、足利将軍の兜をかぶっております。足利市の尊氏くん、いろいろ好きな食べ物、それから